この70という定数で日本一の議会を作ることは十分可能であると考えております今日の大阪市議会話し合われたのは議員定数の削減案ですこれまで身を切る改革として議員定数削減を進めてきた維新過去にはこんなことも何しとんねんこれ。議論何もしてないじゃないですかまだ 他党が猛反発することもありましたが、大阪府議会、市議会ともに削減を進めてきました。そして今回は、市議会の定数を81から11削減し70にする案。北区、平野区、朝日区など11の選挙区でそれぞれ1議席ずつ削減されます。仮に前回の選挙に当てはめてみると、維新が3人、公明党4人、自民党2人、 無所属二人が落選となった可能性があるということになります定数が減ることになる朝日区ではやってみんことには分かれへんなんお母さんの声届きづらくなるみたいなことは今までもそんな届いたことはないわな何かにつけてもな少数性でもええんちゃうのそれだけのあの実力のある人を選びゃいいんやろ 議員定数の2割削減を掲げてきた維新、定数が減ることで、1年間で2億円余りの無駄が削減されると主張します。議員がまず率先ししてててそそのの姿勢ををを示示すすこととととににによっ市市民理解を深めるとともも、えー、役所を動かしていく場合覚悟

議論をすることが自民の言い訳に見えてしまうまた、公明党も賛成し、維新と自民、公明の共同提案となりました一方で、市役所前では行政のチェック機能が果たせなくなると反対デモも。 一番大事な市民とのパイプをね、どんどん切っているわけですから、それは身を切っているんじゃなくて、やっぱり市民の声を切っているそして原案通り可決されました削減案は維新、自民、公明の賛成多数で可決されました、4年後の市議選から適用される予定です。